戦闘開始。敵が目の前。いけるよ。いけるよ。戦闘開始。自分の信じた道を。
戦闘開始。戦闘開始。よっ。戦闘開始。
戦闘開始。戦闘開始。
してやる。戦闘開始。戦闘開始。さあどうか。戦殺推奨。おっと。指示をください。こっちだ。力を貸さえ。心はいか。指示をください。お願い。技術推察推奨。お力を貸さえ。あとは好きにしてくれよ。さらば指示をください。さて、戦闘開始。
技術戦闘推奨そろそろかバックリュウゾン戦士
だるい。ああ。出てこい。そこにいるのは分かっている。こいつら、木の葉の。それにあの覆面、あいつ畑かかしっすよ、ボス。分かっとる。お前たち、これから五影階段があると知っての行動か？それを承知の上で、今日はお願いがあってきました。願いだと？サスケを、内川サスケを始末するのをやめてもらいてんだ。何よ、君は。むちゃくちゃ言ってんのは分かってる。でも俺はそう言うしかねえから。サスケは友達だ。友達が殺されるってのにじっとなんかしてらんねえよ。それにサスケが元で木の葉と雲が殺し合うのは嫌だから、そっちの仲間にも復讐はさせたくねえんだ。お願いだってばよ。もう復讐で殺し合うようなことはしたくねえんだ。何を願うかと思えば、なぜわしがサスケの始末をやめねばならん。奴はこの世界にとってゴミのようなものだぞ。奴の行いが雲隠れに混乱を与えた。それは今世界に飛び火しようとしている。サスケの存在は忍びという範疇から抜けた悪そのもの。悪をこの世にのさばらすわけにはいかん。わしたちは世界にとって不要なものを排除しようとしているだけだ。貴様に止める権利などない。サスケはゴミじゃねえ。ナルト、不要なもんでもねえし悪でもねえ。あいつは俺にとって大切な存在だ。あれを大切な存在だとは、お前も随分と愚かな奴だ。俺のことはどう言ってもいいけど、サスケの悪口は言うんじゃねえ。この世の断りを知らんガキが何を言っても無駄だ。この世にとって不要な存在であり、世をかき乱す悪、それが内葉サスケ。雷影様、手を出すな。あれごとき運動にもならん。ナルト、落ち着け。許さねえ。戦闘開始。手のれわしに挑んだのか、バカなやつ。力はそんなものか。サスケはてめえなんかにやらせねえ。うん、
これ式の力でわしに拳を向けたのか。やはり運動にもならん。さすがは雷影、完全に手を抜いてやれか。拳を振り回せば全てが思い通りになると思ったか。その行動こそただのアホそのもの。世の断りを知らぬただのガキの考えに過ぎん。今の己が何をすべきかもっと考えろ。バカのままやり通せるほど忍びの世界は甘くない。そこまでだ。雷影様、数々のご無礼申し訳ございません。これは上司である俺の責任。どのような処罰も受ける所存です。ふん、わし相手におじけづかなかった。その息の良さに免じて今回だけは目をつぶってやる。雷影様の寛大な処置だ。甘んじて受けるがいい。お心遣い感謝します。くっそ。どうした。いや、さっきのやつあれからどうすんのかと思ってな。だるい。今はこれからの会談について考える方が賢明だぞ。何かあっては問題なんだからな。ああ、そりゃ分かってっけどさ。先輩、これからどうします。そうだな、嘆願も通らずこれからのことも決まらないならば、俺の話でも聞いてみてはどうだ。てめえは暁。こうして会うのは初めてだったかな。その仮面は暁を操ってんの。面をした男だって四代目が教えてくれた。お前が暁を操る黒幕、あの内葉マダラだというのか。ほう、そこまで知っているとは。これは少々驚いたぞ。四代目が教えてくれたんだ。一番悪いのはお前だってな。四代目波風港か。マダラ、あなたは遥か昔初代火影によって倒されたはず。それはお前たちの勝手な思い込みだ。現に俺は生き延び今ここにいる。そんな。そのマダラがナルトに一体何の用だ。お前一人で九尾を取れるとでも思っているのか。今の俺にその気はないよ。ただ渦巻ナルトと話をしに来ただけだ。話だと。ペイン・ナガトを裏切らせた者は何なのか。ナルト、お前に興味ができた。そんなことはどうだっていい。それよりもサスケのことを教えろ。あいつは今暁にいるんだろ。サスケね。確かにあいつは今暁が預かり、そして思うがまま動いてもらっている。お前がサスケを騙しやがったのか。さてな。てめえ。来るか、ちょうどいい。ペインを倒した力を確認するいい機会だ。さあ俺に示せ、この葉の英雄の実力を。戦闘開始。終わりの英雄渦巻きなる。俺がぶっ壊す。ルパン、セーフ。やつの実力は未知数だ。頑張ってみましょう。もちろん分かってる。思った以上の実力を持っているようだな。なんだ、手加減してます。ここまで俺を追い詰めるか。こっちが攻めてんの、あいつ。それが人間なんだ。ナルト、今は集中する。
守ってみせるよ。それじゃいつでも行けるよ。もっと強くするよ。どんなことを知っているのか。持ってこい。よしよし、手入ってるよ。持ってこい。いつでも行けるよ。行くぞ。これで本気を出しちゃいねえ。なるほど、お前の力確かに侮れんな。サスケを返せ。お前がいくらサスケのことを吠えたとしても、奴はもう木の葉に戻ることはない。なんだと。サスケは真実を知った。真実を知った今、奴は光に目を向けはしない。こいつ何を。そうだな、サスケのことを語るにはまずお前たちにイタチの真実を教えねばならない。イタチの真実だと。聞くがいい。木の葉にとって憎悪の対象でありながら、誰よりも木の葉を、そして弟を愛した男、内葉イタチの真実。雷影殿の呼びかけにより、今ここに五影が集った。この場を預かる御船と申す。これより五影会談を始める。時間が惜しい。まずはわしがお前らを召集した理由を話す。わしがお前らを召集した理由、それはいい加減お前らの真偽を問うためだ。またいきなりじゃぜ、雷影。真偽とは大げさなもの言いじゃな。しらじらしいこと言うな、土影。お前が一番怪しいんだぞ。なんじゃと。木の葉、岩、砂、霧、お前らの里の抜け人で構成されとるのが暁だ。しかもお前らの中には暁を利用してきた者がおることも調べがついておる。ふん。利用？利用とはどういうことだ。風影のくせに何も知らされてないのか。お前らはかつて暁を利用してきたのだぞ。今や大国は一様に安定してきた。軍拡から軍縮へと移行しとる。じゃがそれには当然リスクがつきまとう。突然戦争になったら誰が戦う。そのリスクを回避する一つの方法が戦闘傭兵集団暁だったということか。奴らは安い金で戦争を請け負い、その上最高の結果をもたらしてくれたもんじゃぜ。開き直るな、土影。どうなされた、水影ども。ここまで来たので正直に言います。実は先代の四代目水影は何者かに操られていたのではないかという疑いがありました。それが暁の可能性もあった。だから霧隠れとしてはそれを公にするわけにはいかず。やはりお前のところもか。全くどいつもこいつも。立場のことで言い争う前に一つ、この場にいる皆に伝えたいことがある。なんだ。暁のリーダーはおそらく内葉マダラだ。何？わしにもまだよくわからんが、確かな情報だ。奴は死んだとばかり思っておったが、まさか本物の化け物だったとはの。中立国の立場から言わせていただこう。こうして五影が全員揃うことも滅多にあることではない。どうであろう、暁を処理するまでの間、世界初の五大隠れ里
忍び連合軍を作ってみては。連合軍だと？良い案だ。今は非常事態に等しい、協力こそが必要だ。わしも別に構わんぜ。だが問題は連合軍の権限を誰に託すかじゃが。あなた方だけでは揉め事になる。それゆえ拙者から提案させていただこう。人中力が木の葉の九尾だけとなった今、それをどう導くかが鍵となる。そしてそれぞれの性格、年齢、諸国への顔の聞き方を含めて判断した結果、拙者としては木陰に忍び連合軍の体験を任せてはいかがかと思う。なんだと？嘘だ！そんなのデタラメだ！そんな、まさか。嘘ではない。これこそ内杯たちの真実。奴はサスケのため、木の葉のために死んだ。どういうことだ？それがもし真実だとして、それを知ったサスケはなぜ木の葉に戻ってこない？サスケの死としてサスケの本心を分かっているつもりだろうが、とんだお門違いだ。本物だ。本物の復讐者だよ、彼は。なんでだってばよ。なんであいつが、どうしてこんなことになっちまう。どうして復讐に向かっちまう。仕方ないのさ。それが血塗られた内派の憎しみの運命。遥か昔、忍びの祖陸道仙人の時代から続く憎しみの呪いなのだからな。憎しみ、呪いだと？かつて陸道仙人には二人の子供がいた。共に修行し共に成長した二人だったが、彼らの平和に対する思想は二つに分かれた。兄は平和には力が必要だと悟り、弟は平和には愛が必要だと悟った。そして陸道仙人の後継者を選ぶ際、仙人は愛を求めた弟を指名したんだ。この決定に怒った兄は弟を憎み、争いを仕掛けた。時が経ち、血が薄れても二人の子孫は争い続けた。兄の子孫は後に内派と呼ばれ、弟の子孫は後に千住と呼ばれるようになる。千住、つまりは初代火影の一族か。そうだ。俺は初代火影である千住柱間と幾度も幾度も拳を合わせた。渦巻きなると、お前の中にはあの千住の火の意志が宿っているのがわかる。千住と内は火の意志と憎しみ、ナルトとサスケ、お前たち二人は運命に選ばれた次の二人になるだろう。サスケは内派の憎しみをすべて背負い、その憎しみの呪いを世界へぶつけるつもりだ。もっと最も強い武器であり、友であり、力である憎しみ、それがサスケの人道なのだ。お前はいずれサスケと戦うことになるだろう。いや、俺がお前にサスケをぶつける。長きにわたる因縁の戦い、内派の存在をサスケに証明させるためにな。サスケはお前のおもちゃじゃねえ。勝手なこと言ってんな。くだらないその証明が目的なら、なぜ美獣を集める。お前の目的は一体何だ。何が望みなんだ。そうだな、強いて言うなら完全体になることか。どういうことだ。お前らに話してもあまり意味がない。もっと効果的な場で話す。お前らとの会話楽しかったよ。
じゃあな。先輩。なぜだ。なぜこいつに忍び連合の体験を任す。こいつは忍びの闇の代名詞がつく男だぞ。これは中立の立場から冷静な判断で提案しているだけでござる。私でよければその任を請け負うつもりだ。ふざけるな。そのようなこと誰が。ちょっと待っていただきたい。おかげ殿、その包帯の下の右目を見せていただけませんか。青、おかげ様の包帯の下とはどういうことなのです。どうにもこれまでの流れが釈然とせず、勝手ながらおかげ殿に対し私の白眼を使わせてもらいました。するとそこに見えたのは、遥か昔戦ったことのある内波止水の車輪眼。止水の道術はあたかも己の意志であるかのように疑似体験させる術だった。おかげ、お前まさか御船を術にかけことが有利に運ぶよう仕向けたのか。他の方々を騙すことはできても私の白眼はごまかせませんよ。おかげ殿。貴様ハロえい、次から次へと。なんだ、内波佐助が侵入してるよ。さてどこに隠れているんでしょうか。みんなで佐助を探してみよう。なんだと。サスケ、なぜあいつが。それじゃゲーム開始。誰が一番最初に会えるかな。飛んで火にいる夏の虫とはまさにこのこと。ダルイ C はっ。 B の仇を取る。行くぞ。この階段も面白くなりそうじゃぜ。青殿、おかげの同日がまだ継続中か確認していただきたい。いや、今は経絡系のチャクラの流れも穏やかだ。術は解けている。おかげ殿、信用を欠いてしまったな。こんな手を使わずともあなたに決めたやもしれぬのに。やもしれぬでは困るのだ。わしは忍びの世界を守るためにどんな手でも使うつもりだ。話し合いでこの世界が一つになることはない。理想を実現するには時間がかかるもんじゃぜ。よかれと思っても結果不信を生み、わだかまりを生み、憎しみを生む。団蔵、今はお前の言ってることすら信用できん。信用があろうとなかろうと結果は必要だ。それが世界、それが人間だとするなら未来はないな。分かち合うこと、信じること、それをやめたら世界に残るのは恐怖だけだ。道徳を考慮しないやり方や諦めは今の俺にとって受け入れがたいものになった。難しいことを簡単に言うな。里を治めることをまだ何も知らぬガキが。今のうちに聞きたいことがあったら何でも質問しろ。なあ団蔵。と。なら一つだけ問う。おお、何でも答えてやるぞ若造。あんたたちはいつ己を捨てた。ん。さてガラ、俺たちはどうする。前の奪回任務では木の葉に協力したが、今は暁に成り下がった輩だぞ。うちやサスケか。
階段上に侵入したはいいが、あいつまた様子を見てくるって出てったきり戻ってこねえぞ。ええ、今度こそ僕ら置いて帰っちゃったんじゃない？こちらにはいないぞ、奥を探せ。うちはサスケを絶対に逃がすな。おいよ、あれなんかバレちゃってるみたいだね。今度も外れだな、水月。あいつはただ置いて帰ったわけじゃないようだ。こっちの方がタチ悪いけどね。あの野郎、うちらを裏切りやがったな。行くぞ。おいサスケ、目標はあくまで断層、その邪魔をするなら切り伏せるだけだ。どうしたカリ、なんだ今の感覚。体の底から震えが。サスケ、お前